長津田宿長津田宿の位置第3道。長津田宿はヤグラザ王冠の宿場の一つ。現在の神奈川県横浜市緑区長津田に位置する。神奈川宿と八王子を結ぶ神奈川道が交わる。江戸からの距離は9里で七里の枝宿とともに、江戸から最初の宿泊地とされることが多かった。文禄の頃までに長津田村に宿場ができており、 1594年の長津田、村県地町には宿分畑の記載がある。1669年に、次立村に指定された。近隣の江木下村、小山村、八尺村、河合村、東海市場村、女村、久保村の七家村が助ケ号を務め、長津田村を含むこれらの村々は霞村と呼ばれた。村は、東海道宿場への助号を命ぜられて、 免除を願い出ることを繰り返している。1742年には、神奈川塾の女豪村が水害にあったため、カスケ号を命ぜられたが、願い出て免除をされている。1745年には、ほどが谷宿へのかスケ号を命ぜられ、やむを得ず勤めたが、大官に訴えたところ、神奈川塾、川崎塾、品川塾の問屋に対し、長津田宿ク号には、 カスケ号を求めないよう申し渡された。しかし、1748年の朝鮮通信使の通行に際しては、カスケ号を命ぜられて務めている。1752年には、ほどが谷宿の正規のカスケ号村に加えられることとなり、免除を願い出たが許されず、1840年のカスケ号書上庁には、長津田宿宿の村々も書き上げられている。宿は、 東から下宿、中宿、上宿に分けられ、中宿の柳屋は大先行の上宿となった。1838年の総州青山王冠宿控え帳によると、旧左衛門家が問屋を務めた。幕末期には、街道沿いに52軒の家が立ち並んだ。1870年には、長津田村の戸数は173戸となり、 そのうち三十五個が漁業を営んだ。宿場に関わるものとして、宿屋県に次ぎ1個、酒屋県に次ぎ1個、宿屋二個、籠屋一個があった。その他に商人として小間物、眉毛糸、鶏卵、豆腐、旅、煎餅焼き、か酢、餅屋、拓殊、七屋、荒物、魚屋、蕎麦屋、焼き芋、種物、ろうそく、酒造、香油が商われ、 職人として大工、桶屋、鍛冶屋、小引き、建具が営まれた。大正時代中頃の不況期になると、旅人を対象とする商売は、廃業や転業するようになった。長津田宿江田宿長津田宿下鶴間宿。ありがとうございます。